Nice. Nice. Ooh. Okay. Okay. はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。皆さん、クリスマスね、どうお過ごしだったでしょうか？まあ皆さん、やっぱりね、多分ぼっちだったと思うんで、すごく寂しいクリスマス。はい、というわけで、今回使っていく武器、まだね、動画で一度もね、使ったことがなかった。やっと使うっていうね、QBZ ちゃんですね。あれ、QBZ だっけ、名前。こいつですね。QBZ ちゃんを使いたいと思います。AR の中で一番まあ地味というか弱いというかまあ性能がはっきりしないというかまあすごく平凡な銃なんですけどまあ今日はちょっと使ってあげようかなと思います。で、パーク構成は前回紹介した通りですね。で、このパークのアサシンの言い方がハセシンって言われたんですけど、アサシンで合ってます？アサシン。じゃ、わかんなくなっちゃったんだよな。アサシンクリード。ハセシングリード。QBZ のカスタム構成は、マイクロフレックス、レンジャー、フィールド、ハンドルエアボーン、レンジャー、ストックとなっております。まあ、大体、他のAR も大体全部これだね。一緒だね。XM4 もクリームも。AK も大体全部一緒ですね。というわけで、今日もチャンネル登録と高評価ね、ぜひモチベーションになるので、よろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。見てください、この部屋。100レベが100レベが何人おるこれ。めちゃくちゃ多いですね。なかなか COD 廃人。おそらく、クリスマスも COD をやっていた人たちでしょう。おー、ウェイ、今の。生き残りたかったな。で、右レーンから来るの絶対もう分かってるので、フラグ入れます。スタンも当たらない。おー、分かってたんだけどな。倒したのかな？湧いてきてるところをカットして、で、左、ずっとそう、あの人いたよね。わー、左か、今度は。若干リスポーン変わってるね、これ。オッケー。しっかりと、迷彩解除も進めていく。まだいるよ、まだいるよ、多分。下もいるかな？スタンで、索敵。こっち来ないやつ？もしかして。オッケー。後ろ湧いちゃったか？このフラグは決まると思います。どうですか？当たりませんね。いいね。あれ？なんかこの武器悪くない気がしてきたぞ。あれ？あれ？この武器別に悪くないんじゃないか？さあ、ちょっと。弾がないので回収したいところではありますが、ここでスカベンジャーを拾って、なぜかバレてないんですね、これが。やべ。これは後ろ下がって、この左の山使おうかな。わー！エイム合ってましたね。このロングも？あれ？ロングカットできるな、意外と。この距離も？あ、いけちゃう。あ、いけちゃうね。これ敵のか？味方のだ。危ない危ない。さあ、どんどんロングショット。迷彩解除進んでいきますね。美味しいですね。うわ、スナイパーだ。わあ。はい、というわけで、レイドですね。またちょっと動画としては連続でレイドになってしまいますけど、まあせっかくね、期間限定ルール来てるので、おっと、センター？おー。ちょっとね、今のうちにやっておきましょう。ちょっと途中参加だけど、どうかな？お、下じゃなくて奥先にやりたいんだよね。ほほほ。いいね。このオブジェやっぱ強いな。このうんち。うんちオブジェ。あ、ちょっとイヤホンが出ちゃう。意外とね、遠距離やりやすいんだよね。あれ？この武器なんか、そんなブレ、変なブレがあるなと思ってたけど、そうでもない。もしかして。ちょっと弾がないんで。あ、これスカベンジャーじゃない？ OK。
OK、回収できた。来るかな。味方がやってくれたかな。来ない。横から回っての。はい、ダブルキル。さあ、敵多分左脇で、右、味方が右行ってるから、これ左右から行けば敵のスポーンめっちゃ飛ぶような気がするよ。OK。まだいる、まだいる、まだいる、まだいる。まだいる、OK。大マシーン。アタックヘリコプター。もう呼んじゃう。で、ハープ呼んじゃう。ヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショット。あ、ショートするな。危ねえ、死ぬとこだった。おお、なんだそれ、最悪や、最悪なんやが。これスタン入れて、まあヘリはね、すぐ落とされるよね。くっついた、ジージー。強ない振り向き。今のうちに、ハープが出てるうちに連続キルもっと繋げておきたかったんだけどな。あんまり繋がってないですね、残念ながら。さあ、ハープ終わっちゃって、左いない。これね、こうぐるっと回って、囲む感じですよ。で、こう、ジャミング置いて、頭出し、あとは任せた。僕はちょっとね、ダメージが痛いんで、回復待ちます。ナイスー。オッケー。オッケー。あーよーよー。うわー、近い。そう、さっきからね、イヤホンが右だけ外れちゃうんで、ね、最近よく、なぜか。うん。熱い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 。あれ？あ、詰めてきてるかもしれん。なんかやれるね。遠距離解けるね、ずいぶん。そこに赤点があるんですけど。右に赤点がずっとあるんですけど。いやー。さあ。もう一回、オーマシンとオービタルハープまで繋げられるかな？ナイス。よしよし。また入ってきてるな。今のやれちゃうの？いいんですか？今のやれちゃって。わはは、さすがにご了承。でも、大マシーンまで溜まったので、こっからね、ハーブまでもう一回いけるでしょ。あ、敵のナパーム。大丈夫かな？これ。ドドドドドドン。そうだなぁ。どこで大マシン撃とうかなぁ、俺。相打ち？あー、待って、僕のヘリ落とさないで。ついてないなぁ、今日。ダメだなぁ。大マシン死守されちゃうなぁ。じゃあ、このうんちオブジェもう一回登りましょうか。やっぱ、エリア乗るには、こう、うんちが一番いいね。スタン。危ない。もう、まだ来てる気がするな。わはは、ストーナーだ。まあね、なんかハードポイントと別に、まあ、脇飛んでも、リスポンが飛んでも別にいいんですよね。飛んだことに気づいていれば、対処は全然できるから。で、これ敵ぐるっと回ってきてるんで、まあ、中で、こういう時は中で固めて、ジージーって感じ。こっち来そうだな。わー、惜しい。もう一枚手前に置った気がするけど。大丈夫かな？さあ、ここで決まりそうだな。あと外周、ナイス！ははは、3人ぐらい来た。オッケーオッケー。ひとまず、これでまあ。サクッと感じましたね、今日。はい、オッケー。
というわけでお疲れ様でした。まあ結構試合自体は短かったのでコアはしょぼいと思ったらなぜかゲームがクラッシュ。はい、というわけでお疲れ様でした。ちょっとゲームが落ちてしまいましたが、今日もねよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。